魏公の位を受けた曹操は国力を安定させることに成功。漢中の馬超らも倒し、北方の支配を固める。赤壁で受けた傷を癒しつつ再度の南進に備えていた。一方孫権は劉備と盟を結び、天下への雄飛の機を探っていた。だが孫吾が得たはずの慶州を劉備が奪ったことで関係は悪化。孫劉同盟には早くも亀裂が入る。その劉備は慶州を足がかりに劉将を治める破食の地へと遠征。悲願であった自らの国をついに得た。北の曹操、東の孫権、西の劉備。ここに魏、呉、蜀、三国鼎立の世が訪れた。魏の置かれている状況は決して楽観視していいものではありません。西に益州の劉備、東に江東の孫権、そして南に慶州の関羽。どこかを攻めればどこかに攻められるでしょう。うん、だが動かねば乱世は収められん。攻めれば攻められるならば攻めねばいい。猛徳、奴らはさておき、益州の北、漢中はどうだ。漢中ってと長老か。劉備たちに比べりゃどうってことねえ相手だな。トニー、なんで今ここで長老なんだ。漢中、なるほど、漢中か。いいですね、加工トン殿。漢中を制すれば益州の劉備への抑えにもなります。よし、迅速に漢中を取るために戦力を集中させる。ですが殿、それじゃ結局東に背を向けちまいませんか。漢中を攻める間に合皮を突かれたりしませんかね。それも考えてある。学信、利天、息の合うお主らならば孫吾の軍を退けられよう。合皮の守備引き受けてくれるな。そう来ると思ってましたよ。合皮は俺たちにお任せを。利天殿の足を引っ張らぬよう奮戦します。うん、任せたぞ。そして長領、お主を合皮防衛の大将に任ずる。利天と学信をうまくまとめ孫を退けてくれ。承知しました。長文言、神明を賭して合皮を堅守しましょうぞ。ああ、そうきますか。これはちょっと予想外だったわ。三人にはすぐに合皮へ立ってもらう。残りの者は天水へ向かえ。速やかに長老を倒し漢中を掌握するのだ。やっと漢中に着いた。おいおい、なんだ息子、もうへばってんのか。こっからが本番だってのによ。やはり孫吾の大軍が合皮に侵攻したようです。長領らがやすやすと負けるとは思わぬが、大軍となれば楽観はできぬか。援軍を出した方がよかろうな。だがどこから援軍を出す。巨匠周辺の兵は動かせんぞ。満朝、慶州はどうだ。関羽が孫吾と連携する気配はあるか。いいえ、慶州に目立った動きはありません。劉備は破食の統治に専念しているのでしょう。また劉備は孫権からの慶州返還の要請を断ったようです。まあ初めから返すつもりはなかったのでしょう。
孫悟と組みつついいように利用するとは、劉備の軍師諸葛亮とはとんだ食わせ者ですね。うん、慶州が膠着しているのであれば、いくらか孫悟の方へ兵を避けるか、巨匠に伝令を出し合肥への援軍を編成させよ。我々はこのまま長老を討つ。合肥の動きは結果としてなおのこと、この漢中を抑えることが肝要であると示した。漢中は破色の地から長安へと抜ける道、東西の戦線を安定させるためにもこの地はわしが掌握せねばなるまい。ですな。んじゃちゃっちゃと長老を倒しちまいましょう。よし、ちゃっちゃと漢中を取っちまうぞ。息子、親父の背中を見とけよ。父さんこそ俺の活躍を見逃すなよ。長老を倒すのは自慢の息子かもしれないぜ。敵の要衝は内心って評判だ。形勢次第では楽にこっちへ寝返るだろうよ。敵の要所を制圧する。
一糸乱れぬ行軍で臨め。目標を各地に定めよ。一気に落として敵の船員をくじくのだ。敵の狙いはこの地と見た。あなたも守備を固めよう。甘いな。天頭座は譲らぬ。必ずや守り抜いてみせる。最後まで戦うのみ。天頭山が陥落しただなんて、もう勝ち目はないんじゃん。ところを狙われたか。覚悟を決めて挑まねばならない。そなたは投降を進める使者か。劣勢なのは認める。しかし我らはまだと
投降すれば命は助けてくれるのか。兵の士気は低く、勝利は望めぬか。無駄に命を散らすが死の道ではあるまい。そなたの提案お受けいたそう。願わくは帰化には寛大な処置をお頼み申す。よかった、死なずに済んだ。宝徳様、俺たちの命を一番に気遣って、自分の立場もあるのに、なんと寛大なお方だ。よっ、これでいいだろう。私は長老軍の将、妖将様の部下。妖将様があなた方にお会いしたいそうです。きっと悪い話じゃないですよ。お待ちしております。よく来てくださいました。私は妖将、こたび義軍に寝返りたいと思っています。長路に見切りをつけた直後に現れた義軍、これはもう運命としか思えませんな。このことは誰にも言っておりません。故に長路軍として動くことも可能です。無論先立つものが必要となりますが。ええ、その分働きますとも。して、いかほど。おやおや、こんなにもいただけるとは。このご恩にはきっと報いてみせますぞ。では、あの要所の門を開けてみせましょう。きっと驚かれると思いますよ。このことは絶対に長老軍に漏らさぬよう。よろしくお願いします。これでいいだろう。感服つかまつった。これぞ武の神髄。でございます。敵は漢中の火攻めを画策しております。そこで城門を開け放ってはどうでしょう。敵は策と思って近づかず、退路も作れます。要所を落とされた今、大胆な計が必要か。その策を信じよう。兵よ、門を開けるのだ。
手を貸さねばならない。急ぎ加勢するぞ。あの辺りが狙い目でしょ。とりあえず行ってみましょう。行くぞ。敵の要衝を落とすのだ。さあ行きますよ。敵の要衝、私たちが華麗に奪うのです。アボーカに寄っているのだ。負けたことはあるまい。まさかこの要衝が花房館のダッシュに成功。砕いてやる。我が軍の有利間違いなし。あの辺りが狙い目でしょうか。行ってみましょう。十分な戦果だ。あの、なんと壮麗な戦ぶり。行くぞ。敵の要衝を落とすのだ。花房館が落とされたって、俺たちもう逃げた方がいいんじゃないか。そこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。よし、行っとくか。あの辺をいただきたぜ。いよいよ来たか。漢中を守るため戦わねば。王将の策、生かしきれなかった。この戦、いよいよ厳しくなってきたな。この地の攻撃は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。
この地の攻防は戦局を左右し、私たちで守るぞ。砕いてやる。さすがの腕前です。彼方に飛ばしてやる。見事な働きとだ。もはや抵抗はせぬ。どうか神には手出ししないでいただきたい。やったな父さん、これで艦中は俺たちのものだ。あや、ご苦労だったな息子よ。いい運心だったぞ。よし行っとくか。あの辺をいただいたぜ。曹操殿、それがしへの寛大なる処分、新人の謝意を表する。されどならばこそ問わせていただきたい。なぜ二度までも刃を向けたそれがしを救われる。戦は天下から絶やさねばならぬ。だが天下から人を絶やしてはならぬ。お主ほどの優勝失うはあまりに損失よ。明快な答えに感謝する。またそこまで評していたのは後人の極み。報徳よ、時代は今激動の時を迎えておる。わしはここを乗り越え乱世を収束させねばならぬ。そのためにお主の力を貸してくれぬか。承知した。今それがしはこの姓に新たな意義を得た。法令面以後は曹操殿の先兵として働かん。うん、頼みにしているぞ。父よ、艦中は完全に掌握した。この先はいかがされる。将兵に余力がある今ならば連戦も可能かと。うん、だが兵站の維持は厳しかろう。現状長安からの移送に頼るしかないのだからな。恐れながら申し上げます。お主は芝忠達です。劉備は破色の地を得てから日が浅く、領内を掌握しきれていない状況です。このまま余勢を借り破色益州へ攻め込むべきかと。お主の言には一理ある。今ならば劉備の首に手をかけることもできよう。だが慶州には関、合肥には孫権がいる今、これ以上踏み込めば必ずや後輩を疲れよう。これはわしらに限った話ではない。劉備と孫権もまた同じ思いをしておる。この三者、三国の関係はそういう性質のものよ。ならばこそ決着を急がず三国の均衡を崩すことが先決と。失礼、千両申し述べたことご容赦ください。構わぬ、今後も存念は何なりと申せ。艦中には維持に必要なだけの兵を残し、残る軍は東の合肥の戦線へ向かう。しかも全軍に通達せよ。